あなたは私の好きなんだよっていう。旧約聖書に書かれている世界の始まりとキックバーンというのが実はちょっと無理2つ。全然素敵な話しちゃうやん。生まれはロシア、ロシア関西、舞台は東京、ヒロシキーズです。プラス何読んだの？何を出版社からもらった本、うん、あーこれなんかなんか届いてた。これあのロシアつながり、そう読んでへん。なんで読んでへんのあんた。え、なんか分厚いからちょっとなんか読んだ。いや分厚いけどでも読んでん。どんな内容なん？これね、うん、日本人の男の子とロシア人のハーフの女の子のユーリャちゃんっていう、うん、女の子のラブストーリーやね。これユーリャ？そう、これがユーリャちゃん。へぇー、めっちゃ可愛いね。そう、なんか二人がすっごい仲良くなっていって、で、なんか一緒に宇宙へ行こうみたいな話になっていく。その女の子が男の子に対して、お前は私のスプートニックだっていうのね。あ、ちょっとやらしいな。人工やねーな。あなたは私のスプートニックだっていう。まあ、そんなロシアのまあロシア人っぽいよ。お前は私のずっと言われてよ。なんかずっと人工衛星でずっと言われてそんな悪い取り上げ方しないでよ。なんかロシアの女って感じやな。2つあるんだけど、上と下っていう、上巻と下巻ね。下の方はなんかもう月の物語までつながっていって、もう未来の話なんじゃ。そういう感じの話になっていく。月で初めてなんか人がこう誕生するとこまでつながっていくの。なんかあれやな、壮大、めっちゃ壮大な感じやな。映画化してほしい。そしたら中庭にお金いくらか欲しい。それも欲しい。宣伝したようで。うちもさ、日本に来てあんまり知り合いがいなかったりだとか、最初はなんか結構辛い思いもあるやんか。でやっぱそういうのをこう読んでて、ここでね共感できるところ結構あったの。すごいな。でも女の子の気持ちがパッと見たら、いろんなロシアっぽい名前の人、アリョーシャとか出てきたり、うん、ロシアロシアしてんねやな意外と。してるよ。これ流行ったらええな、なんかアニメ化とかしてさ。そんな宇宙詳しい？うち？うん、好きなん宇宙。え、でも宇宙は結構好きだよ。なんか星とか眺めてたりするやんか。この年齢でちょっと恥ずかしいけど言うの。恥ずかしくないよ、星眺めの素敵なことやない。いや、なんか流れ星とか見ると、流れ星を見て感動すんの。いや、流れ星すごくない？だってあんなさ、でっかい星みたいなやつがピューってなってるわけやろ。違うで、あれゴミやで、あれ、あれがゴミやで。あの宇宙ゴミとかが大気圏に入って、ほんでシャってなんねんで、あれピャってピュッて。どういうこと？違う、じゃなくて、燃えんねん。宇宙の中で動いてるわけでしょ。違うね、違うね、宇宙で動いてへんね。地球の空気の大気圏にピャッて入った宇宙ゴミとか、まあ小さい隕石のカスみたいなのがピシャッて燃えて、それでシャッて。それ地球の中で起きてるってこと？地球の中で起きてんねん。そうめっちゃ見えるよ。やめてよ。じゃあもうなんか月とか地球とか太陽みたいなのが宇宙空間の中をシャーッて動いて。天文じゃん。何やってんの。いやいや、なんで今さ宇宙のゴミ、人工衛星のカスとかがピャッとなってな、好きな話しちゃうよ。絶対的な話しちゃうやん。もう全然、もうなんかやめて。そもそもじゃあさ、宇宙ってどうやってできたか知ってんの？なんかその有名な話では、なんかビッグマックみたいなやつでなんか出てきたみたいな。あれ違うね。まあまあまあそうやけど、まあ、ビッグバーンな。ビッグバーン、ビッグマックはあの食べるやつやから、ビッグマックじゃないわ、ビッグバーン。もう間違いにするやめて。でもな、そのビッグバーンにもなんかこう陰謀説で、実はビッグバーンじゃないみたいな陰謀論もあんねん。次またそのゴミみたいなこと言うんじゃないな。いやいや、まあいろんななんか説があんねんけど、もう一つの説は何？今のこの宇宙観っていうのは、古代ギリシャのピタゴラスっていう人が提唱したコスモスっていうのから始まってきたみたいな。最初の方はまあ宇宙の始まりを唱える議論とかもまあ全然なかったんだけども、その後万有引力を唱えたニュートン、彼が絶対空間、絶対時間っていう概念を導入して、宇宙が絶対的に永遠不変である、まあずっとずっともう終わりなく始まりもなく続いてるものやっていう概念を彼が導入した。だからそれが長年ずっと信じられてたねんけど、それがな、1927年にベルギーの天文学者ルメートルが銀河から地球が遠ざかっているっていうのを見つけたのよ。でそこから宇宙って広がってんじゃないみたいな、それを客観的にこう観測することができたわけですよ。でそこから数年後やな、1929年にアメリカの天文学者ハッブルが全ての銀河が地球から等しく広がっていってるっていうのが見つけることができたのよね。
でさらに地球から遠い銀河の方がその速度が速いってことにも気づいて、あ、宇宙は膨張してる、ビッグバンっていう最初の爆発からブワーって広まっていってんねやなっていうのでビッグバン説が出てきたっていうのが、まあ、今の主流の考え。なるほどね。分かってんの？全然ごめん、わけが分かんねえ。で、何が陰謀論なん？旧約聖書に書かれている世界の始まりとキックバーンっていうのが実はちょっと瓜二つなのよ。何でしょう、神様関係。そうそうそう、宗教関係がちょっと入ってくんねんけど、うん、旧約聖書には宇宙は神によって創造されたっていう風に書いてるんやんか、うん、なんか神が光あれって言ったら宇宙が生まれたみたいなことが書いてあるわけよ。全くビッグバーンと一緒で、しかも、うん、ビッグバン説を唱えた、さっきのあの、ルメートルさん、うん。彼がカトリック司祭だったのよね。怪しいやつやん。そう。ルメートルはな、神の存在を肯定させるために、わざと旧約聖書そっくりな説を、こじつけて作ったんちゃうか、みたいな陰謀論が今。それは、ありえそうだよね。一応ただ広まっていってるっていうのは、いろんな観測を見たらわかるから、最初からビッグバンっていうこう光がパッといきなり何もない無からパッと出てきたのか、どうなのかっていうのは、ちょっとわからへんねんけど、でも広まってはいってる様子。気持ち悪くなってきたよ。いろんな、でもな、説もあって、俺が知ってる説では、これ実は広まっている段階を今見てるけど、うん、ある一定の広まりを見せたら、今度はどんどん小さくなっていくんちゃうか、みたいな。だから心臓みたいな収縮をずっと繰り返してるだけなんちゃうかっていう説もある。細胞みたいじゃない、誰かの細胞になってて、その細胞の中に生きてんじゃないかっていう、そういう説もある。だからメインブラックみたいなね。うん、そう、メインブラックもあの玉の中にさ、うん、ネックレスの中に宇宙があって、うん、その中にもまた宇宙があって、でも私たちだってそのネックレスの中にあってみたいな。でもちょっと嬉しいね、イケメンの心臓の方がいいな。まだね、心臓の中かもしれない。それかもしかしたらよ、うん、勃起してるチンコかもよ。精子じゃねえかよ。どんどん勃起していってんねん。精子勃起してるんやけども、そのうち泣いたらどんどんまた小さくなっていく。やだー、もうやってないよ。その人、そう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 、やって、今まさにこれからオナニーよ。だから今勃起してこれからシコシコが始まるぐらいのところ で、そのうちもしかしたら私たちみんなでうわーって言って精子になって出ていくかもよ。どこから。宇宙っていうのは難しいのよね。だからもう、何があってもおかしくないよね。もう何も分からへんってことやな。だから私たちは提唱しよう、ビッグバン説じゃなくて宇宙勃起説。宇宙臓器かつ今は勃起説みたいな。これあれブラス論っていう形にしてるいつか証明される。どうする、それ歴史的な発見みたいな、ね、あいつが言ってたのが実は誰かの臓器だったみたいな。そう、やっぱりブラスが正しかったって。まあでも陰謀説といえば、うん、なんかアポロ11号とかも月に行ってないっていう話とかもあるかな。これロシア人大好き陰謀論やねこれ。もうな、ロシアで、もう宇宙飛行士の番組とかでもこの陰謀論よく聞く。だってそれはロシアが言ったもん。ロシアよくガガーリン特集ってあんね、もう誇りに思ってんの、ソ連時代の宇宙開発、うん、まあアメリカとソ連がなずっと戦ってたからな。で1961年にガガーリンがな、宇宙行って宇宙遊泳して、うん、ほんで地球は青かったとか言って戻ってきた。もうこれがソ連人のすごいことやったな。そう、それもよく言うねん、回ったんやで。そう、回ったんや、うん、アメリカどうよって。1961年、宇宙行った、行ってないやろ。ガガーリンが行った1ヶ月後とかにね、アラン・シェパード打ち上げましたよ。でもそれも結局宇宙な、行ったって言うけど登ってほんで落ちてきただけ。行ってへん、そんな弾道飛行で宇宙行って、そのまますぐそのまま降りてくる、うん、弾道飛行、うん、その後ガスグリソムも上行って降りてきただけ。ソ連がガガーリン打ち上げてから、うん、その後アメリカ人がちゃんと地球の周り回ったのいつっていう1962年、ジョン・グレン、やっと1年後なのそれが。でもロシア行ったらみんなそうや、もうみんな自慢してくる。最初の人工衛星打ち上げたのどこですか。ソ連。ソ連です。最初の犬を宇宙に打ち上げたのはソ連。女性はソ連。そう、ほんで最初に人を複数送れたのはどこ。ソ連。
3人を行ける、そう、3人ボスホートっていうのかな、あれ1964年のことやね。また詳しいな。そうやね、アメリカはその翌年の1965年に複数の人送ったけど、それもな、もう2人だけ。そう、2人だけ、2人だけ。そんなも全然わかんない、全然わかんない。サントギーやからな。そうだから、もうロシア人はアメリカがソ連を越して月に行ったの。しかもその後1回も行かへんよね。あれちょっとなんか映画なんじゃない、スピルバーグが撮ったんやろどうせみたいな。多分それ撮ったんだよ。そう言ったあかんけど、あのアメリカってでも負けたことに対してものすっごい、もう特にあの一番最初のスプートニックが地球の周りを回ったっていうのがニュースで報じられた時もアメリカ人すっごい落ち込んで、もうとんでもないお金をバン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 投資して、とんでもとんでもないお金を使ってなんとかして追い越したっていうのはあるから、まあお前言ってる可能性の方が高いんやけどな、俺の中では競争がすごかったもんな。そう、宇宙楽しいな。宇宙好きやわ俺。やっぱちょっともうちょっと宇宙についていろいろ調べてみる俺。結構詳しいであんた。いや宇宙もうだって好きやん。あとあれやで、宇宙飛行士はロケットバスで行くね、うん、出発する前。そうで直前の1キロ手前で1回バス止めて、うん、みんなそのバスに向かってパチションすんね。何のために？もうな、演技がええねんそれが。ガガーリンが初日もう行く途中で尿を催して 1km 手前でバスを止めてバスに向かって立ち往したなんて、それがもういいとされてて、うん、その運気がもういい、ガガーリンがやったぞって。そうそう、全員がしっこしだした。みんなやってる、未だに受け継がれてるし、しかも女の人も立ち往できひんやんか。できない。女の人は事前に瓶に入れて、ほんでみんな立ち往してる時にそのバスピシャッとかけるって。いやー最悪。すごいねんね。ロシアでやんか、日本でさ、そんなんさ、もうこんなんとかさ入っててさ、あー茶が入ってるわっつって飲んでしまったの。飲まへんよ、そんな飲まへんよ。分からへん。みんな分かってんねん、これおしっこやなって、この後かけるおしっこやなって。もういや、ほんまに詳しいけど、この話してたんだよ。そうか、あの全然宇宙のなんでそんな1960何年とか話なの。これを読んで、まず読んでみますわ。結構共感できるところいっぱいあるから。本当、本も出てくる？本はちょっと